ときめきメモリアルガールズサイド2クリスク一途ルートを本日もプレイしていきたいと思います。前回はクリスくんと出会って、初めてのデートをしてきたところですね。で今日はね 5.1 なので早速ねこれからかましていきたいと思います。なんであんなに勾配込んでたんだろう。急がないと次の授業が始まっちゃう。あ、突然、すごい音。骨折してないかな。キャッ、いたたた。今、おでこに柔らかいものが当たったような。いったごめんな、起き上がれる？頭とか打ってへん？大丈夫。そうか、よかった。打ったんは君はデコ、僕は唇だけやな。あ、じゃあ、チュー、おでこにチューしただけなのかな。唇？あ、しおりちゃん。ラッキー。君もラッキーやね。素敵な思い出の1ページになんねんもん。あかん。急いでるんやった。次に会ったら、今度は僕から挨拶のチューするわ。それまで待っとってな。何だったんだろう。それに最後になんて？今度は僕からってことは深く考えるのをやめとこうっと。あれでもおでこなの？それともおでこだったっていうことにしてんのかな？その辺はまあでも明かされるかしらね今後。で今週で誘っとくか。今月は2回デートしたいから。そうだね、誘っとこう。私、藤本しおりだけど。受話器越しに聞いても可愛いねんな、君の声。え？ドーンってした時の、キャーもキュートやったけど、君の、え？もう好きやわ。ドーン？ありがとう。それでね。なんかすごい、ナチュラルだな。7日でいっか。5月7日にボーリングしに行かない？この日やったら大丈夫やわ。そしたらパーッと遊びに行こうか。じゃあ5月7日に駅前広場で待ってるね。うん、ほんならさようなら。よかった。早く5月7日が来ないかな。あら？あ、クリス君？私、藤本しおりですけど。おー、君から電話なんてドッキリやわ。どないしたん？5月21日にライブハウスに行かない？その日やったら大丈夫やわ。そしたらパーッと遊びに行こうか。じゃあ5月21日に駅前広場で待ってるね。うん、ほんならさようなら。よかった。早く5月21日が来ないかな。
お、クリス君だ。断んないでね。クリス君。あ、しおりちゃん。ひそかちゃんと同じでなんか振り向きざまなんだね。どうしたのって、こっちがどうしたのっていうの。どうしたの。あれ、今日は何ペコにゴツン。あ、そういうことか。あれね、自己中から初めてだからね。ないよねえ、一緒に帰らない。今日はあかんねえ。ごめんな。なんかこの自己中後の下校ってなんか一緒に帰ってもらった試しがなんかないような気がするんだけど。そっか。せっかくやからガツンしたく。え、うん、遠慮しとく。とっか、ほんならさよなら。びっくりした。仕方ない、一人で帰ろうと。悲しい。はい、じゃあ、今日はボウリングに行ってきたいと思います。待ち合わせ遅れちゃった。クリス君は、あ、いた。ごめんね、待った。そんなに待ってへんけど、約束の時間は守らなあかんよ。ビジネスじゃ基本中の基本やで。キープにしか目がいかないんだけど。すごい主張が強いな。何？挨拶の中やね。ごめんね。わー、え、何？この服どこか変？めちゃめちゃ可愛いから驚いてもうた。よう似合わたる。好きやわ、それ。やった、クリス君に褒められた。入ろ入ろ。何？何何？見とれてもうた？しおりちゃん、ボーリングの腕はどうな？遊びなんだからさ、気楽に行かない？よかった、僕もそうしたいと思ってて。ほんなら君からどうぞ。やったね、バッチリ好印象。何？いい音鳴ってね。どういうこと？髪の毛引っ張ると音が鳴るのかな。カランカランって。今日は楽しかったわ、ありがとう。聞くで。ワックワクな一日やったわ。ほんならまた。よかった、今日メールくれた。あ、クリス君からメール。僕もツンツンしたろ、なんちゃってだって。よかった、今日はクリス君とすごく近づけた気がする。そんなに忙しくはないね。冬がね、ちょっとだけ忙しいんだよね。あと、そう、季節系のなんかライブハウスにすごい行かなきゃいけない。来月も一回だけだから、まだ別に占いによる。あ、でも別に誘っといてもいいかもしれないな。かな。あら。あ、クリス君、私藤本しおりですけど。おお、君から電話なんてドッキリやわ。どないしたん？
6月11日に臨海公園に行かない？その日やったら大丈夫やわ。そしたらパーッと遊びに行こうか。じゃあ6月11日に羽ばたき駅で待ってるね。うん、ほんならさようなら。よかった、早く6月11日が来ないかな。か、小野田さん、これから帰るところですか？うん、ねえ、一緒に帰らない？そうですね、入りましょうか。うん、帰ろう。今週はバッチリ。いい感じですね。大事なのは毎日の努力です。やったね。はい、じゃあ、今日はライブハウスに行ってきたいと思います。あれ、デートの待ち合わせ場所ってどこだったっけ。今日はライブハウスだもんね。まだ来てないみたい。待ってみよう。遅いな。ひょっとして私、待ち合わせ場所を間違ってる？クリス君、まだ来てないみたい。しおりちゃん？早かったんやな。何？なんかクリス君って突然右側に現れるって、いつも。家族みんな、こんな色やで。着いたところだよ。わあ。え、何？この服どこか変？毎回同じ服でごめんね。めちゃめちゃ可愛いから驚いてもうた。よう似合うたる。好きやわそれ。やった、クリス君に褒められた。そろそろ始まる時間や。混んでるわ。人気のある公園やねんな。うん、そうだね。うん、聞くで。あ、三つ編み今度やってみる？やっぱ関西人なのかな。クリス君は関西で育ったのかな。なんで関西弁なのかはその後明かされるんだろうか。今日のお話題最高だったね。うん、もうめっちゃ笑った。笑いすぎて背中も痛い。やったね、バッチリ好印象。うん、聞くで。そんなに珍しいかな、目の色。今日は楽しかったわ。ありがとう。何？ワックワクな一日やったわ。ほんならまた。あ、クリス君からメール。君ってな、長い子と一緒におるとめっちゃおもろいだって。うん、今日は少しクリス君と近づけたかも。早いとはさ、思ってたんだけどさ、もう有効に入ったんだけど。早いな。びっくり。まあ、早そうだなとは思ってたけどさ、こんな早いか。ちょっと夏のイベントは、あれだな、別撮りしないとですね。今週はバッチリ。いい感じですね。大事なのは毎日の努力です。やったね。
クリス君。しかもあれ部活はなんか全然やってなかったから分かんなかったけど、普通の時もいたのかな隣に。もう有効出し帰ってくれるでしょう。クリス君。あ、しおりちゃん、これから帰りなん？うん、よかったら一緒に帰らない？うん、帰ろ帰ろ。ほんならオプションつけようか。腕組みオッケーやで。それじゃあ行こう。体育祭が近いね。クリス君は準備してる？いろいろ考えてんねんで。いろいろ？くす玉の中に水入れたりとか、二人三脚の紐を全部ゴムに変えるとか、そらもうたくさん。なるほど。姫子か。予令が鳴ってる。急がなきゃ。これもちょっと飛ばしたくなっちゃう、思わず。あ、すみません。名刺はいりません。まあ、あなた、一年生ね。女の子がむやみに走ってはダメ。走らなくてよ。ごめんなさい。急いでたのね。あなたは？私は花椿姫子。姫子って呼んでね。え？花椿ってもしかして世紀のファッションリーダー、あの花椿五郎先生の？そう、五郎先生は姫子のおじさまよ。だからファッションのことなら姫子にお、ま、さ、せいろいろ教えてあげるわね。はあ、ありがとうございます。かわいいお返事ね。じゃあ、あなたのことはデイジーって呼んじゃおっかな。え、デイジー？花言葉は希望、そして無邪気。あなたにぴったりじゃなくて？小悪魔のデイジー？そう言われても。姫子様、どちらにいらっしゃるんですか？ホームルームのお時間です。お急ぎください。あら大変、ごめんなさいね。姫子はもう行かないと。これいいものをあげる。いや、いいですよ、結構です。またね。じゃあ、行っちゃった。これ、名刺かな？カメリアクラブ主催、花椿姫子、ホームページは、あ、教室行かなきゃ。ハッピーアイテムなんだ。帽子、あ、帽子なら売ってんじゃない？指紋に。買えるからさっさと買いに行っちゃうか。さすがに早い、買いに行くの。ちょっと考えよう。よし、ちょっと今日お買い物早いけど行っちゃおうかな。やっぱりそう、だから服がね、スポーティー系が9月にならないともうちょっとで、ね、出てこないから。ちょっとそうね、ないんだけれども。いらっしゃいませ。帽子はとりあえず欲しいじゃん。18リッチね。18リッチ、54リッチまで買い物すればいい。
ありがとうございました。いいお買い物できたかも。浴衣も、ちょっと悩んだけど長身にしようかな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いいお買い物できたかも。今日は体育祭だ。よし頑張るぞ。さてと、何の競技に参加しようかな。自己中のセリフも聞けるし、二人三脚いいよね。二人三脚に出よう。パートナーどうしよう。しおりちゃん、一緒に二人三脚出えへん？どうしたの？一旦子パートナー探してて。君やったら挨拶中も済んでるし。え？息もぴったしやで、きっと。そうだね。なんかあの絵かわいいな。なんか和む。位置についてよーい。右左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 右右も僕らもぴったんこ。1位は当然の結果やね。やった、頑張っちゃったもんね。ラストはフォークダンス。あ、始まるみたい。次はクリス君か。まずはじめに挨拶のチュー。あ、ダメ？ほんなら手だけキュッとさして。次は佐伯君だ。よろしく。なんだ、お前か。これで終わりかな。体育祭も終わったし、家に帰ろう。あ、デートか。じゃあ、今日は臨海公園かな。臨海公園に行ってきたいと思います。待ち合わせ遅れちゃった。クリス君は、あ、いた。ごめんね、待った？どないしよう。たこ焼きやろ、今川焼き、クレープ、ジュース、それから…え？ペナルティや。あ、パイ焼きもええな。冗談や。けど遅刻はあかんで。うん、行くで。なでなで好き。結構距離感詰まってきたな。はい。わあ。え、なに、この服どこか変？めちゃめちゃ可愛いから驚いてもうた。よう似合うたる。好きやわ、それ。やった、クリス君に褒められた。縁が道歩かない？ええー、ね、うん、そうしよう。
何？ワンコになった気分。ワン。なんかゴールデンレトリーバーって感じ。気持ちええとこやな。こんな場所他にもできないかな。増えていくかもしれへん。楽しみやな。うん、いい感じだよね。何？まつげが長いんはお母ちゃん譲りやね。君とおるとほんまに時間経つんが早いね。楽しかったわ。うん、ワックワクな一日やったわ。あ、待てや、家まで送るわ。そっか、もう送ってくれるんだね。早い。なんかこんなまだ2回目なのに。ゆっくりやな。了解。ありがとう、家まで送ってくれて。何？またお出かけしような。どういたしまして。ほんならまたな。おやすみ。しおりちゃん、クリス君に送ってもらっちゃった。あ、クリス君からメール。僕もツンツンしたろ、なんちゃって、だって。よかった。今日はクリス君とすごく近づけた気がする。今週はバッチリ頑張ったよね。なんや、雰囲気変わったな。あ、センスが良くなったんや。いい感じやわ。だね。夏はね、結構暇なんだよな。まだいっか。私はバッチリ頑張ったよね。なんや、雰囲気変わったな。あ、センスが良くなったんや。いい感じやわ。やったね。はい、じゃあ、今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。